よいしょ。こんにちは、のりかすです。今日はですね、家で使っているホームシアターのご紹介をしたいと思います。結構質問などでも多く寄せられていたんですけども、僕家にはテレビを置いてないんですけど、まあ、普段あんまりテレビを見ないので、映画の方がよく見ることが多いです。で、3、4年ぐらい前にエプソンのプロジェクターを購入しまして、それを使って家をホームシアターを作って、それでテレビや映画を見ております。結構ホームシアターを作るっていうと結構難しく考えてしまう方が多いんですけども、うちのシステムだともうプロジェクターとスピーカー、あとプレステ4があれば、あとは白い壁があれば、その4つだけで家で本当もう100インチぐらいの画面でホームシアターを作れるので、それを紹介していきたいと思います。まあ、何かホームシアター作りたいと思っている方とかの参考になればいいかなと思って今回作ってみました。ではやっていきましょう。はい、それでは早速、ホームシアター用のプロジェクターの方からご紹介したいと思います。僕使っているのがこちらのエプソン EHTW5350 というプロジェクターになります。4年ぐらい前に買った当初が本体だけで確か8万円ぐらいしました。あ、9万ぐらいかな。で、プラススクリーンをセット、80インチの縦置きの直置きタイプの組み立てるスクリーンとセットで、こちらが、まあ、約10万円ぐらいで購入しました。こいつをまあ選んだ基準としては、結構やっぱ明るさの、そのルーメンっていう光の明るさがすごい明るくて、真っ暗にしなくてもある程度、まあ、明るいところだと少し画質悪くなっちゃうんですけども、ちょっと明るくても見れるというところと、やはり5万ぐらいのレベルのプロジェクターとこちらの10万ぐらいのプロジェクターで結構ビッグカメラとかでずっと見比べてたんですけれども、やっぱり全然画質のキメの細かさが違ったので奮発して購入しました。まだ 4、5年経って、たまにちょっとこのモーター音がね、ファンの音っていうか少しうるさい時があるんですけども、まあ、今も問題なく使用しています。で、賃貸なので僕の家だとあまりこうですかね、上とかに吊るして本当はやりたかったんですけれども、それがちょっと大変そうだったので、こういうこの、まあ、ちょっとした棚ですね、こういうところに置いて、ここからちょっと引きます。だいたい部屋の隅から隅、こっちの壁ですね。はい。で、ここの白壁に移しております。これぐらいの、まあ、ちょっとこうボコボコしてるんですけれども、割とまあ普通に本当白壁があれば問題なく映せます。はい、それでこちらプロジェクターから、壁までがだいたい2メートル70センチぐらいです。まあ、もうちょっと近くても割と大きく映るんですけども、後ほどちょっと映した映像もつけますので、こんな感じです。はい、そしてですね、今このエプソンが後ろに HDMI ケーブルがありまして、これが2つ、ついてるので、これをプレステ4と、もう1個バックにプレステ3もあるんですけども、まあ、ちょっとそれをつないで今見ています。当初はですね、プレステ3をこのそのまま後ろにつなげて、あとはスピーカーには有線じゃなく無線でつないでいたんですけれども、まあ、そっちの方が配線のごちゃごちゃ感はすっきりします。ただ今年に入ってソニーの HTST9 というこちらのスピーカーですね、このちょっとこちらもスピーカーも今年に入って買ったんですけれども、約10万円ぐらい、前回使ったのは2万円ぐらいのパイオニアのシアターバーを使っていたんですけど、そこからかなりグレードアップしたかったので、
こちらのソニーの HTST9、 今出てるモデルの1個古い型ですね。今一番新しい型はドルビーアトモスっていう上からも音が聞こえるモデルになってるんですけど、それが結構まだ高かったのでこちらのモデルにしました。でこいつに無線で飛ばしてもそんなに音の変化正直わからないんですけれども、やっぱりこう本当にいい音で聞きたいので、これはもう全部この HDMI ケーブルをこのままぶわーっとこう有線でここに繋いでます。なので、まあ、大体3メートルぐらいのこの HDMI を買って、これを入力をプレステ4、よく見づらいんですがこちらのね、ここにプレステ4があります。このプレステ4からスピーカーに入力をして、ここから映像の出力をさらに HDMI ケーブルでこっちに向かってここに繋いでます。でこれはグラップラーバキの完成版です。いやバキはね面白いですね。まあそれは置いときまして、今ちょっとこう映像をつけてみてるんですけども、このままこういった感じに映ります。はい、今トランスフォーマーやっております。トランスフォーマーがね一番音をなんかシャン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 っていうような音とか迫力のある音を見るのにはいいかなと。これ、ね、低音がすごいんですよね。で今昼のカーテンを一つ閉めて少し明るい、若干明るい部屋なんですけども、それに関わらずこのような鮮明な動画になっています。で今この状態でもう少し大きくすることも可能なんですけれども、196センチ、縦が今これちょっと映画仕様になって少し狭くなってるんですけど、86センチ、86×196、 大体これが80インチか90インチぐらいの大きさだったと思います。これはやっぱりね映像がすごい綺麗なので、まあ、今からプロジェクター悩んでる方はぜひね7万8万9万ぐらいは出してもらえた方が本当にこう綺麗な、本当めちゃめちゃ綺麗なんですよ映像がね。はい、こんな感じでね、もう重低音もすごくて、もう近所迷惑極まりない音ですね。夜はここまで音は出せないかなと思います。はい、これはねちょっとアップにしますよ。アップにしたらもう本当にあんまりもう分かんないですね。なんか若干この壁のザラつきが見えるんですけど、結構このザラつき具合がなんか味になって映画のなんかいい感じの味に見えるので結構問題ないかなと思っております。で夜でもう少し真っ暗になればさらに鮮明に映るので、まあ結構おすすめですね。この一応エプソンの TW5350 というモデルになるんですけど、ホームシアターモデルの中では一応一番安いモデルになっていて、さらに上だともう本当30万ぐらいするモデルもあるんですけれども、なんかそこまで出さなくてもいいかなとは感じています。結構この10万レベルのやつで十分な映りですね。はい、あとはですね、ちょっとこの買って、ね、失敗してしまった、まあ、こういう組み立て式の80インチのちょっと一回止めます。はい、といった感じでドラゴンボールファイターズ、
モンスターハンター、まあ、ゲームもいろいろできるんでね、結構いろいろ使えておすすめです。あとですね、こちらのプラス1万円ぐらいで買った80インチのスクリーンになる、ワイドスクリーンになるんですけども、ね、このようにね、組み立て式なんですよ。で、結構場所も取るのと、置く場所が、例えばここにスピーカーが置いてあると、まあ、この上に置くか、この下に置いたりすると、その壁に照らすよりもちょっと狭くなってしまうので、映像自体のクリエーションはスクリーンに映した方がすごい綺麗になるんですけれども、やはりなんかこう大画面でなんかすっきりした印象で見えるのがこの壁に映すっていう作戦が僕は一番気に入っています。はい、じゃあ最後にまた、まとめですね。まず約3メートルぐらいの後ろの、もう僕はこのソファーのこの並びの横に棚を置きまして、こちらから、壁に向けて投射しています。で、今僕買ったエプソンの TW5350 は、斜めから映し出してもこう綺麗にまっすぐ、映せるような補正が効くので、まあ、こういう補正が効くか効かないかっていうのもすごい重要になってきます。あとは Bluetooth 対応になっていて、まあ、スピーカーを有線でつながなくても使えるっていうのは結構その配線をごちゃごちゃしたくない人にはすごくおすすめなモデルになっています。そしてバックの HDMI 端子が2つあることで、まあ、プレステ4ともしかしたら別に例えばパソコンをつないだりとかもそういうこともできるので、まあ、2つぐらいついてる方が僕はいいかなと思います。で、こいつの明るさがですね、すごい明るくて鮮明に映るっていう部分で、だいたい10万円ぐらいのモデルだったら他とそんなに遜色ないとは思うんですけれども、まあ、このエプソンはやっぱりプロジェクターのブランドの中でもかなり有名なブランドなので、いろいろとアフターケアも効いていいのではないかなと思います。で、これを今現在はここからこう HDMI ケーブルを約3メートルぐらいのケーブルですね、ってすいません今散らかっちゃってますが、これを、このソニーのスピーカーにつないでいます。で、このソニーのスピーカーのいいところはやはり 7.1 チャンネル、この前に置くだけのシアターバーで 7.1 チャンネルが出せるっていう部分の迫力あるサウンドが、出せるのがかなり気に入っています。あとデザインがすごいかっこいいので、まあ、少し値段の方は10万と高いんですけども、ソニーのモデルだとだいたい 2,3 万から5万、7万、10万というぐらいにグレードがアップしていくんですけども、まあ、お店で聞いた限り5万円ぐらいのモデルでも全然問題ないかなという気はしたんですけども、ちょっとデザインと、あとは今後もあまりしばらくは変えたくないなというところで、こいつのシアターバーの、スピーカーを購入しました。で、そのままこいつをプレステ4につないで、ここからプレステ4で大体 Amazon プライムだったり、ブルーレイもこれで見れるので、こいつとスピーカーをつないで、で、この後ろにペーッとプロジェクターをつないでいます。で、今後はまあ、もしね、広い家に引っ越したら、例えばこう、天井からボタンを押すと、スクリーンが出てくるみたいなシステム、すごい憧れるんですけども、まあなんか白壁でも全然問題なく綺麗に映るので、まあ白い壁がある家を探していただければいいと思います。はい。で、この壁との距離がね、広がるほど、画面の大きさ大きくなるので、今でこの大きさなんですが、もう少し3メートル以上、例えば 3.5 メートルとか広くできたらもっと広く映せると思います。まあ、でもあんまり大きすぎると意外と目が疲れるので、このぐらいがベストです。はい、といった感じですね。それとプロジェクターを何を買うか迷っている方、スピーカーを何を買うか迷っている方がいると思うんですけれども、プロジェクターに関してはやっぱり安いモデルはあまりおすすめできません。僕も初めは5万円ぐらいで買えたらなって思っていろいろ見てたんですけども、やっぱりあのビッグカメラとかでいろんなモデルを本当こう見比べて、結構本当毎週のように通ってましたね。で、本当に見比べたところ、まあ、30万円ぐらいのモデルってあまりそこまではいらないなっていう気がして、やっぱりでも10万ぐらいのモデルと5万ぐらいのモデルで、その映像の細かさとか繊細さ、鮮明さが全然違ったので、
やっぱり自分で見比べてみて5万円ぐらいのモデルでも自分だったら大丈夫だっていう人だったらそっちのモデルでも全然いいと思います。ただ、10万円ぐらいやっぱり出すと全然違ってくるのでこの辺はちょっと参考にしてみてください。でスピーカーの方も僕自身初めは、まあ、ちょっと音が良くなればいいかなという部分で2万円ぐらいのパイオニアのサウンドバーを使っていました。でサウンドバーにするかあとはこう 5.1 チャンネルこう後ろからも音が聞こえるっていうようなサウンドシステムも憧れたんですけども一人暮らしの男の部屋だとやっぱりそのスピーカーをいくつも置くってなると部屋がちょっと狭くなってしまうのと配置状況が広い家だったらいいんですけどやっぱりこうミニマムにシンプルにしたいっていうところで僕はあのサウンドバータイプを選びました。そっちの方がまあ見栄えがやっぱりスタイリッシュなのと、部屋もシンプルにスッキリするので、まあ、スッキリしてシンプルでかつ音がいいというモデルを選んでいただけたらと思います。僕自身はソニーの製品が結構デザインが好きなので、まあ、やっぱりデザイン性と、まあ、性能両方を見てソニーのものに決めました。よいしょ。はい、それでは今回動画いかがでしたか。ホームシアターを作る YouTube の動画もいろいろ出てるんですけども、僕が今日伝えたかったのは本当すごくシンプルに、おしゃれにホームシアターを簡単に作るっていう部分がすごい重要なのでまあいいプロジェクター、スピーカー、白壁、まあ、これだけあれば、ホームシアター作れちゃうのでぜひホームシアターとかプロジェクター興味ある方は参考にしてみてください。で今日の動画が良かったという方はいいねボタンぜひお願いします。チャンネル登録の方も引き続きお待ちしております。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。